おはようございます。シングルです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。前回ね、こちらインスタ3601R についてちょっとね、スペックとかもろもろお話ししたんですけども、今回はね、実際に使用してみての感想についてお話ししていきたいと思います。最初に言いますと、こちらのカメラめちゃくちゃおすすめできます。今回ね、このインスタ 3601R を紹介するにあたって、このアクションカメラをサブ機として使っていきたいっていう方であったりとか、あとはこの気軽にね、動画撮影をしていきたい、あとはまたね、面白い動画を作っていきたいなって思っている方はね、参考になるかなと思いますね。よければ見ていただけたらと思います。今回もね、忖度なしに良かった点と、あとは使いづらかった点について、ちょっと深くね、お話ししていきたいと思います。それでは今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、早速やっていきましょう。ね、じゃあ早速ね、こちらのインスタ 3601R を使ってみて良かった点について、合計7つですね、ありましたので、そちらを1つずつ解説していきたいと思います。まず1つ目ですね、こちらインスタ 3601R、自分が買ったのは1インチセンサーモジュールをつけている、カメラになっております。で、こちらのね、1インチセンサー、ライカと共同開発したレンズになっております。で、1インチということで、センサーサイズが大きいということもあって、画質がめちゃくちゃ綺麗です。じゃあね、実際に撮った動画をまず最初見ていただきましょう。どうぞ。今回ね、撮ったのが 4K と 1080p の動画になりますね。はい、実際問題、 YouTube とかね、上げる程度であれば 4K まで使わず 1080p とかでもいいかなと思いましたので、メインに 1080p のやつを使ってみました。それでもね、映像としてはやっぱ綺麗に撮ることはできていました。はい、やっぱその自分の使う、ね、モニターとかが 4K 対応してないと、その 4K の綺麗さをね、十分表現できないので、そこはちょっとね、自分が使ってる環境とちょっとね、相談しながら、そこら辺はね、決めていければなと思います。はい、で、余談ですけども、 4K での撮影を行うと後での編集がめちゃくちゃ重たくなります。なので、実際自分も 4K の動画をね、編集しようとするとちょっとね、カクつくこともあったので、そこは自分の持ってるね、パソコンのスペックと相談しながら決めていけばいいんじゃないかなと思います。で、2つ目ですね、大体ね、アクションカメラを購入するにあたって結構ね、一番目を引くポイントである手ブレ補正ですね。はい、で、今回このインスタ 3601R っていうのはフローステート手ブレ補正っていうのが搭載されております。こちらはね、フローステート手ブレ補正っていうのは、撮った動画をインスタ 360 スタジオというソフトを通して強力な手ブレ補正をかけていくことができるんですけども、そちらの手ブレ補正がね、結構すごいんですよ。手ブレ補正かけることによって、多少ね、画角がクロップちょっとね、縮小されてしまうんですけども、もうそれでもね、こちら元からね、超広角で撮ってるので、こちらあまり気にはならないかなと思います。実際ね、その動画を見ていただきましょう。どうぞ。はい、で、手持ちで結構ね、その時は自撮り棒を使ってラフに撮った動画なんですけども、バッチリ手ブレ補正がかかっているのが分かるかと思います。3点目はですね、360度モジュールに関してなんですけども、こちら今ね、買った時に360度モジュールと、あと1インチセンサーという2種類ついているものを買ったんですけども、インスタ360の代名詞でもある360度モジュールっていうのは、この性能めちゃくちゃ面白いです。はい、で、360の世界っていうのは本当に面白いもので、後から見返しても、あの場所はこうだったなとか、例えばこの後ろ側のね、撮った後ろとか見てみたりすると、後ろこんな感じだったのとか、撮影当初よりもね、感動がより大きいものがあります。また、失敗が少ないこともね、
いいことなんですけども、この360度モジュールで撮ったやつを後でねソフトを通して好きな画角にトリミングして1本の動画にすることができるんですよ。なので360度モジュールである程度もこう撮っておけば、後からもう編集する段階で失敗が全然ないような絵になります。例えばねこう普通の画角で撮ってたとすると、もう撮る範囲がもう限られているので、例えばそこで何かねシャッターチャンスがあったとして、そこが撮れてないってなると結構ね落ち込むこともあるので、そういった点ではねこの360度モジュールを到着するってことの意義は大きいかなと思います。そして作品としてのクオリティも上がることが間違いないですね。次4つ目ですね、4つ目はこちらのインスタ 3601R のインターフェースですね。こちらアクションカメラが実際届いてみて電源をつけてまず思ったのが、もうめちゃくちゃ単純なインターフェースだなと思いました。実際この液晶をねスワイプすることで、ここで大体設定系が開いたりとか細かい設定を開いたりとかいろいろできます。でこういったインターフェースが単純であることによって、この操作性っていうのはね簡便化されて、より撮影に集中することができるなと思いました。大体ね一眼レフとかのカメラっていうのは、それ自体がのもう機能が充実してるんですよ。なので設定だったりとか、そこまで結構ね煩雑でややこしかったりするんですよね。はい、でなのでねその肝心な撮影までのねハードルが高いように思います。なのでこういったようにねインスタ 3601R みたいにインターフェースが簡略化されてるっていうのはね、そのハードルが低くなってくれるので、まあ、より簡単にね扱えるし撮影にも集中できるという点でめちゃくちゃいいなと思いました。5点目ですね、こちらソフトが使いやすいということなんですけども、インスタ 3601R はねインスタ 360 スタジオというソフトが無料で公開されてるんですけども、このパソコンのソフトを使って実際このインスタ360で撮った動画を編集していくんですけども、これもまたね本体同様すごい使いやすくて簡単なインターフェースだったなと思います。あとそのソフトをね動作がめちゃくちゃ軽いんですよね。大体パソコンのスペックとかに依拠してしまうところはあるかと思うんですけども、自分のパソコンで大体動画編集ソフト開いたりとか、あとはライトルームとか開くとちょっとねファンが回っちゃったりとかするんですけども、まあ、あとは作業途中でフリーズしちゃったりとかね、動画編集ソフトだとよくそういうのが多いんですけども、でもね今回このインスタ 3601R のインスタ360スタジオ全然フリーズすることもなかったですね。なのでそういった風にねサクサク動画を作っていけるっていうのはまたいい点かなと思いました。だいたいね、こう数々の写真編集ソフト動画編集ソフトいろいろ使ってみたんですけども、特にこのインスタ360スタジオのソフトっていうのは特に重たくもなく、で動作が軽いということで作業効率の面から考えてもね大きいメリットではないかなと思います。6つ目ですね、こちらねマイクの方がねこのインスタ 3601R に直接挿すことができますね。このカバーを取ってやって、ここにインスタ360専用のコネクタを挿してやると、このようにねマイクが直接挿すことができます。だいたいね、GoPro とかがねやっぱりこの比較対象に上がるんですけども、まあ、GoPro なんかはねメディアモジュラーを装着してからマイク外付けマイクをつけたりと、そういう風にやっていくんですけど、このインスタ 3601R は直接マイクをつけることができます。はい、なのでいちいちこうハウジングを外したりとか、そういった手間もかかわらず、あとはねカメラバッグにねこう入れててざっと取り出してサクッとすぐつけることもできるので、すぐ撮影へと移行することもできるので、撮影効率面から見ても大きなメリットじゃないかなと思いました。7つ目ですね、7つ目ですね、最後に7つ目なんですけども、こちらのインスタ 3601R、ログ撮影ができます。はい、でこのログ撮影ができるっていうのは個人的に一番いいなと思った点なんですけども、まあ、そもそもログ撮影とは何かってとこなんですが、まあ、大体映像を撮っている段階であえてねこの映像の色味を抜いたりとか、あとは映像をねフラットな眠たいような感じで撮ってくれるんですよ。でそうすることによって、まあ、白飛びだったりとか、まあ、黒つぶれがないように撮ってやって、で後からこの色味だったりとか明るさなどをね調整しやすいようにする撮影のことをログ撮影と言います。はい、で大体スチルでいいところね、ロー現像みたいなもんだと思っていただければ分かりやすいかなと思います。はい、でこれができることによってね、より完成度の高い映像へと昇華することができます。まあ、よくね旅の思い出なんかにねざっとこうアクションカメラ持ち出そうって時もあるんですけど、その思い出をねより綺麗にドラマティックにシネマティックに編集することができる、そういうことができるのはログ撮影になっているので、まあ、これがねこんなちっちゃい台でできるのはいいかなと思いました。やっぱりねこう自分の好きなね色味とかね、その風景に応じて
感じた印象っていうのはまた別々だと思うんですけど、そこでね自分の表現をね映像に載せられるっていうのはめちゃくちゃいい点かなとは思います。ここがログ撮影の面白さなのかなとは思います。はい、というわけでね、ざっといい点7つ紹介してみました。で後半はですねこちらをちょっと使ってみて、まあ、悪い点というか使いづらかったかなと思う点について6つあるのでちょっとお話ししていきたいと思います。またこのちょっとね使いづらいなって思う点、まあ、改善もできるものについてもあるので、まあ、改善できるものがあればそこも踏まえて解説していこうと思います。まず1点目ですね、こちら今見てわかるとこれハウジングついてるんですよね。でハウジングついてこの横の方からパチッて開いてやるとマイクロ SD が入ってるんですけど、これ取り出すっていうのはなかなかにねちょっと難しい。それでこう小指のね爪突っ込んで引っ張ってやるとかそんな感じですね。であとここのね止めてるところがね結構細いね紐でつながってるんですよね、なのでこれがちょっと切れちゃわないかがすごい心配っていうここですね。まあでもねこの SD カードをね取り出しづらいっていう点に関して、まあ、対応策が2つありますね。まず1つ目が、まあ、こう SD カードをそもそも抜き差ししないために SD カードの容量を、まあ、256GB ぐらいまで使ってやるとか、この出し入れをそもそも少なくするっていうのがまず1点目で、2つ目は、このハウジングの他に大容量バッテリーっていうのが発売されているので、その大容量バッテリーを使うことによって、このアダプターの部分もつけることもできますし、簡単にねここの出し入れもしやすくなるんじゃないかなと思います。使いづらいと思った2点目が、1インチモジュールで画面が干渉してしまうっていう点に関してですね、こちら1インチモジュール見てわかる通りめちゃくちゃねレンズがでかいんですよ。1インチセンサー今ちょっと向き変えたんですけども、ここ今1インチセンサーつけて液晶つけてるんですけども、これ1インチセンサーをつけた状態で画面に若干干渉するんですよね。で特段ねこの撮った映像をねプレビューで開く時っていうのがこのレンズ側から液晶に向かってスワイプするんですけども、まあ、それがねなかなかにね干渉してうまくはできない時が多いんですよ。まあこの点に関しては実際こちら1インチモジュールについているこれレンズカバーなんですけども、これを外しながら撮影してやるか、そもそもねこの液晶をね背面に向けてやって自撮りは確認できないよみたいな、そういった感じでね対応していくしかないっていうのをちょっとねそこもね使いづらいかなと思いました。 GoPro なんかはね両面に液晶がついてるんでねそこの点はクリアできてるんですけども、3点目はこちらのねボタンの押しが結構硬いんですよね、まあ、誤操作をね予防するって点から考えればいいのかなとは思うんですけども、まあ、さてね撮影を始めようと思ってね撮影開始ボタンを押すと、ね、あとボタンを押すとピッてなるんでこれでね撮影開始したっていうのは分かるんですけども、まあ、このボタンね結構硬いんですよね。またねこの、まあ、これつけてなかったらいいんですけどね、まあ、特段ねハウジングをつけた状態でボタンを押そうものは結構硬いんですよね。でこれ指先で押そうとするとまあ結構力がいりますし、電源オフの時はこの電源ボタン長押しするんですけども、まあ、これもまた結構ね力がいります。なので女性の方であったりとか、まあ、力が弱い方であったりする方はちょっとね厳しいんじゃないかなと思います。4点目が、360度モジュールをつけた時なんですけども、この360度モジュールをつけた時にこういった360度モジュールの保護カバーっていうのが発売されてるんですけども、これを装着してね撮影すると、まあ、映像に干渉ですよね、はい、でそれを加味してかねインスタ360スタジオの方でそれについて修正できるっていうのもあるんですけども、まあ、それでも若干線として残ってしまうんですよね、まあ、レンズがこう突出してるだけあってねカバーをつけないと、まあ、どっかに当てて傷ついてしまったら怖いですし、この360度モジュールでのね撮影スタイル的にね結構ラフに扱っていくことって結構多いんですよね。なのでねより気になってしまうかなと思います。まあこれに関してはねカバーをつけずに、撮影を優先していくか、それともレンズ保護をちょっと優先して大事に使っていくかっていう、まあ、ちょっとこれ厳しいね選択ですね。ソフトがもっとね良くなっていければ一番いいかなとは
思うんですけども、まあ、そこはちょっとね今後のインスタ360さんに期待です。5点目ですね、インスタ 360R で撮ってる時に GoPro とかはね両面に液晶がついてるから、まあ、常時どちらかの画面で液晶を確認することができるんですけども、インスタ 360 っていうのは、まあ、この組み替えで前面につけたり後ろにつけたりと液晶を変えられるんですけども、例えばこう自撮りでね前面に向けてて、でこのままじゃああそこ見てくださいということで風景に吸って移動します。そうするとね背面に液晶がついてないので映像が、ね、今どの風に撮れてるのかっていうのがちょっとねプレビューしづらい、そういう状況になっております。はい、まあ、これに関しては目覚感覚をね養っていくか、そもそも撮った映像をね1回ずつ確認していくっていう、そういったね方法しかないように思います。はい、GoPro のようにね小さな外部モニターみたいなやつがねアクセサリーで出たらそれはね一向の余地はあるかなとは思うんですけども、まあ現段階では出てないので、こういったね液晶が片方に近づいてないというのはちょっと残念かなとは思います。あるいはねWi-Fi でねスマホで通してスマホで見ながらっていう撮影方法もあるんですけども、まあ、ちょっとそこも一手間かかるかなとは思います。最後ですね、こちらのねインスタ 360R によって自分的に結構最後は致命的かなと思った点が、まあ、寄れないってことと、あとは視認性の悪さについて挙げられます。まあ、こちらのねアクションカメラですね、最短撮影距離が結構なもので、まあ、1メートルとは言わないまでも、まあ、結構寄って撮ることができないんですよ。はい、なのでねテーブルの上に何か物を置いてこれを撮りましょう、食事を撮りましょうなんてねそういう風にやろうものならねまずぼやけます。はい、まあ、超広角レンズこちらと採用しているので、もちろんね寄らないでちょっと引きで撮ってやると、その被写体撮りたい被写体は、まあ、遠くにこうちっちゃく写ってしまうんですよ。はい、まあ、こちらの対応策としては、まあ、ある程度ねピントがあった引きの状態で撮っておいて、あとでねソフトでリニア、つまり強角ですね、リニアに設定し直してやると、まあ、その部分だけクロップされて撮るってことができるので、そういう風にねしてやればある程度は使える映像になるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、この広角レンズ特有のパースをつけたね寄りの映像を撮りたいっていう方にはちょっと向いてないかなと思います。でそれに伴ってねこれはもうアクションカメラの時点でもしょうがないことなんですけど、液晶が小さいのでピントが合ってるのか分かりづらいって点が挙げられます。はい、まあ、これ言っちゃってね、もうアクションカメラの長所に対して石を投げてるようかのようなねものなんですけど、まあ、それはね対応策としてはまたねスマホで Wi-Fi で通してみたりとか、そういうのも必要かなとは思います。はい、というわけでどうでしたでしょうか。今回紹介したこちらアクションカメラインスタ 360R の良、かった点と使いづらかった点になります。割とねこのハード面に関しての欠点が多いかなとは思うんですけども、まあ、総じてこちらのアクションカメラはかなり使えるアクションカメラかなとは思います。はい、まあね、やっぱりねこう気軽に持ち出すことができて、綺麗な映像を撮れて、なおかつユーモアのある映像を撮ることもできると、はい、でそういった点においてはねとっても使ってて楽しいカメラかなとは思います。でメインカメラはまあ一眼レフで、サブのカメラをこちらインスタ 360R で、こういうふうにね気軽に使っていくと、まあ、映像の中でね一眼で撮ってるものとこちらインスタ 360R で撮ってるもので、まあ、メリハリが生まれてアクセントとしてねいろいろ使うことができるのは面白いんじゃないかなとは思います。例えばね A ロールで一眼の動画を真正面から撮って、で B ロールで360度映像を流してみるとか、そういうのもね織り交ぜながら作っていくとちょっと面白いかなと思って、今後もね、うまい具合使っていきたいなと思います。今後もね、もっとこちらをね、いろいろ使ってみて、いろいろ発見したこととかを随時紹介していきたいなと思います。はい。で、次回の動画の予告なんですけども、このアクションカメラ、まあ初期装備ですね。最初にね、購入するにあたって必要装備についてちょっとね、見えてきたので、そちらもね、近々紹介していければなと思います。このようにねこのチャンネルでは、撮影に関する少しでもね役立ちそうな情報の方を発信しております。少しでもいいなと思いましたら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん明日もまた楽しい一日を。バイミー。インスタ 360R こんなにちっちゃくて機能は抜群、小さな巨人ですね。では。